はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの VF1 バルキリー、ロイフォッカー、モデルを、ロイフォッカースペシャルを作る、こちらの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回からは、21、22、23、24っていう形で、やっていこうと思います。で、まあ、21号が届いてるので早速作業やっていこうと思います。そしたら21号なんですが、21号は今回は作業はありません。左の時と一緒で、右主翼と翼担当の確認っていうことなので、この主翼のパーツに、この翼担当が、ちゃんとはまるかどうかを確認して終わりっていう感じになります。こことここですよね、を確認して終わりになります。で、まあ左の時もそうだったんですけど、これも今の時点で接着しちゃっても何の問題もないので、もうなくしても嫌だから接着しちゃおう。まあ、ABS 同士なのでちょんちょんと接着しちゃおう。で、まあこれで、今回の21号に関しては完成になります。はい。で、また22号をやっていくんですけれども、これちょっとね、一個ね、突っ込みどころがあって、この表のパッケージ、表のパッケージ21号になってるんですけど、21号になってるんですけど、ここ今回の金剛の組み立てってところ、主翼グローブ後部の組み立てっていうことで、ここ思いっきり丸ごと誤植してるんですよね。これちょっと僕のロットだけか、全員がそうなってるか分かんないですけど、ここが、思いっきり書き間違えてるんですが、中身はちゃんと、正しい部品が入ってますので、そこはご安心ください。書店でね、買ってはる方からするとこういう書き方になってるとね、ちょっと、ちょっと待ってってなると思うんですけど、中身は大丈夫なので安心してください。はい、というわけで、今回の作業はこれで終了で、次の はい、それでは22号やっていきましょう。22号は、光ファイバーと、右主翼の光ファイバーと LED 翼担当カバーの取り付けということで、まあ、左の時にもやったのと同じ作業ですね。この光ファイバーとこの LEDを組み合わせてあげます。というわけで早速作業やっていきましょう。まず全部光ファイバー類を出してあげて、で、この金具の先っぽ、金具の先っぽを全部カットしていきます。カットしてあげたら、この光ファイバーのこの固定部品ですね、固定部品に光ファイバーをセットしていきます。これどっちに刺すんだったっけ、こっちだったよな、確かな。まず長い2本をここに刺してあげて、で、短い2本をで、ここにこの光ファイバーをくっつけるんですけど、22の3、長い方がこっちに
クリオーにした状態で、この黒茶の配管、配線がついてる方がこっち、こういう形、こっちの2本が長いやつですね。こっちの2本が長いやつで、そっちに赤と茶で、短い方に黄色とオレンジの配線が来るように、LED をセットしてあげたら、この主翼にセットしてあげます。で、前の時と同じようにして光ファイバーを取り回していきます。で、そう、今これ思い出したんですけど、前回僕これ接着しちゃったんですよね。接着しちゃってもええやろって接着しちゃったんですけど、よう考えたらこれ接着しない方が良かったですね。まあ、作業はできるとは思うんですけど、しない方が良かったですねもう忘れてた。よいしょ、はい、こっちに取り回してあげて、で、この2本をこっちに取り回す。ここでね、長さを 1.5 ミリの長さのところでカットしてあげないとダメなんですよね。なんですけど、つけちゃったから見にくいんですよね。まあ、大丈夫か。カットして、まあ、何度かなりますね。よし、ここも感じでつけて、こっちはツラーで切るんだったっけな。今ここのツラ位置のところでカット。で、忘れ物。で、前回のやつについてたこの透明のクリアパーツですね。透明のクリアパーツの一つを切り離してあげて、で、この先っぽにかぶせてあげると。
ういう感じ。ここね、ここに取り付けます。これで一応22号の作業は全部完成になります。はい、それでは23号やっていきましょう。23号では、主翼、何だったっけな、主翼右のインナーフレームの取り付けということで、まあ左の時と一緒ですけどね、この金属製のインナーフレームが入っているので、これに組み付けをどんどんしていきましょう。というわけで、前回までで組んでるいろんなパーツを取り付けていくので、まずは、これを組み付け、向き、説明書の向きがねちょっと分かりにくいので、これ気をつけながらつけていきましょう。ね、この梅雨時だというのに相変わらず僕の体は静電気がすごいっていうねビニール開けたりとかするときね、静電気がすごい邪魔なんですよね。で、まずフィンナーメイン、主翼のこのフレームにヒンジを取り付け、なんでくれぐれもね向きを間違えないように気をつけてやりましょう。説明書の書き方だとね、絶対これ間違いやすいので、しっかり確認しながらつけていきましょう。で、つけてあげたら、これを、この主翼ですね、主翼の中に組み付け、これだったっけな、向きがこっち向き、こっち向きで。セットしてあげたら、次こっちのビスで固定していく。と、であとこっち止めるときは必ずこのスペーサー、スペーサーって言ったらいいのかな、これを入れてあげる。普通にこれこの高さで設計すればよかったのにね、スペーサー入れず、なんでこういう設計にしたんだろう。で、つけたら次にこのマグネットのパーツですね。マグネットのパーツ、この薄っぺらい方がこっちですね。で、これはプラ同士、接触する部分がプラ同士なので、 ABS 同士なので、 ABS がつけれる接着剤であれば何でもいいと思います。で、こっち、こっちの磁石のパーツ、これはここにつけるんですけど、つける箇所がね、金属になるので、ここはゴム系の接着剤とか瞬着とかを使ってつけてあげます。
これで一応今回の23号の作業に関しては終了になります。これで はい、それでは24号やっていきましょう。24号では、ドループエルロン&フラップ右を組み立てるということで、まあこれも左の時にやったのと同じ作業になるんですけれども、作業していきましょう。でまあ入ってる部品はこんな感じ、このフラップですね、フラップが入ってるので、まずフラップの、ここがね、ファウラーフラップがちゃんと展開できるようになってるか確認してあげたら、この先っぽに、この金具、コネクターって書いてるんですけど、これを取り付けてあげる。でここは金属なんで、普通の接着剤だとつかないので、あのパラモデル用の接着剤だとつかないので、ここはデコプリンセスゴム系の接着剤ですねを使って接着します。こっちも一緒で、ここあんまつけすぎると表にはみ出てきて汚くなっちゃうので気をつけましょう。もしあの気になる方はこっちの方に接着剤つけられてもいいですね。こっちの方に接着剤を入れてあげて接着するという感じでもいいと思います。あー、はみ出た、はみ出た分は綿棒、はみ出た分は綿棒を使ってピッと拭く。綿棒にね、ジップオイルとかを軽く染み込ませておいてあげると綺麗に拭き取れます。こんな感じ、こういう感じですね。はい、でちょっとね、このコネクタガタがあるんで、ただ何も考えずにつけるとこうやってずれてしまうので、そこら辺ね気をつけて、こうきっちり揃うようにしてあげて、固定してあげて、ボンドが固まるのを待つっていう感じにしてあげましょう。はい、というわけで、これで一応、24号の組み立ては完成になります。で次の、25号では、ドループエルロン&フラップ右のモーターの取り付けということで、これを、主翼に組み込んで、モーターをつけていくっていう作業をやっていきます。はい、というわけでまた次も見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、21号から24号までやって、一応右の主翼がここまでできました。まあ左でやってるのと ほぼほぼ一緒なので、あれなんですけども、一応ここまで作業が終わりました。でまあ次は右主翼を組んで、次どこに行くかちょっと僕は分かんないですけれども、引き続きね、組み立ての方をやっていきます。まあ最初これ出たばっかりの時はね、変形しないんかって結構批判されてたんですけれども、やっぱりこうやってね、こう中を組み立てていくと、ファイターモードに固定したからこそできるギミックっていうのがすごくたくさんあると思うので、まあこれはこれで一つの、形だと思いますんで、最後までしっかり組み立てていこうと思いますんで、また、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。